給料で一番怖いの歩合制。清水無意感だ。どうも無気力芸人ハマロンです。名古屋チーム VS 太田上田、インタビューに行ってきたのはハマロン、そして今回取材したのは女子会。果たして名古屋の女性は太田上田にどんな本音をぶつけるのか。まずはこちらのお二人の女性の質問にお答えください。今日はどういったお話をされてたんですか。仕事の話と男の話。ああいいですね、いいですね。彼氏には聞かせたくない内容をいっぱい喋ってたってことです。そうでもないよね。クリーンな感じ、クリーンな感じ。一緒になんか住んでると、うん、なんか毛の処理するタイミングないよね。何の話だよ。どうするんだろうって相談されて。あ、じゃあ先輩は何て答えたんですか。私も彼の前で剃ります。どういう明日遊園地行くみたいなこと言いながら、あ、気にしないんですか全然。そう、そんな感じ、本当に。それ全身剃る感じですか。全身は局部。あなためちゃくちゃですね。なんか私結構イケメンダメなんですよ。ほう、なんか生理現象とかなんかそれ出せないし、ああ、ちょっとブサイクな人が好きだったんですけど。でもそれって太田さんと上田さんはどうですか。いいくらい。毛とかブリブリ溶けやすい顔ですか。俺の前でうんこできる。太田さんと上田さんの前ならムダ毛の処理とかガンガン。全然いける。全然いきます。一緒に住んだ時に女としてどこまでぶっちゃけていいのかっていうのをどうですか。どうですか。それでは同性相手のマナーはどこまで許せるのか、質問にお答えください。これすっぴんは全然いいよね。俺すっぴんの方が好きだ。そうそう、俺もすっぴんの方がいい、うん、なんかほらね、うん、こうメイクいっぱいしたがる子とかいるじゃない。やだやだ、全然やだ。だ俺大体もう言うもんね。いや、お前には微笑みっていう最高のメイクがあるじゃないかと。マジでいつの時代のさ。不動き文句っていうか。いやでもすっぴんはいいよね。すっぴんは全然いい。むしろすっぴんの方がいい。おならも別に、まあ、別になんかそんなさしょっちゅうやられちゃやだけどね。わざとはやだね。おならとかもだからもう こんなやってやられるとやだわ。それはやだ。なんか思わず出ちゃったわ。まあ、可愛いらしいよね。思わず出ちゃってこうちょっと恥じらってほしいわ。あ、ごめんなさいみたいなね感じはいいよね。そしたらもう抱きしめてやるわ。好きなんじゃねえか、どっちかっつって。俺あと女の子のさなんていうの、私浮気はバレなきゃ OK ですからっていう人いるじゃん。ああ嘘くさいよねあれ。いや嘘くさいってほらあれ腹立つわ。腹立つ。うん。だって当たり前のことじゃん、バレなきゃ何だって OK なのよ。バレないことは殺人でもね。極端な話 ね、 そうだよね。殺人だって罰せられないわけよ、バレなかったら。ああそりゃそうだ、ね、なのに浮気はバレなきゃ OK ですからってことによって、どう、私器の大きな女でしょ的な評価をもらおうとしてるやつが腹立ってしょうがない。なるほどなるほど。結局みんな一緒のことなのよ。あバレたら怒るんだろ。怒るんだよな。だってこの人浮気は絶対嫌だっていう人も、ね、バレてなきゃ怒らないんだから。そりゃそうだ。なのにどう、私の器みたいな。はい、確かに確かに、ちょっと言葉のマジック的なところあるよね。うん。あと最近さ、うん、なんかよく自分がトイレ行った後、うんうん、便座を下ろしてくれる人がいいとかっていうやついるじゃん。そんな人いんの。いやいるじゃん、女でね、便座上げっぱなしの男許せないとかって。あれも大っ嫌いだわ。だってさ、なんかほら、ね、随分ピンポイントだから。いやあれさ、なんかほら、いや俺ら男は誰一人さ、うん、便座上げといてくれなんてやついないじゃん。男は女性に対して、うんうんうん、いないじゃん。いや俺便座上げといてくれる女が好きだわーってやついないじゃん。いないじゃん。なのにあいつらなんか勝手に便座下ろしなさいよみたいなさ。いや自分でやれやこれぐらいと思わない。俺らもこうするからお前こうしろやって思わない。俺マジであれ腹立つわ。何俺がやったとこうやってやってまたこうしなきゃいけない。お前これぐらいこれだけだろって思う。座ってやるやつ俺嫌なんだよな男で。俺もでも家では別に奥さんに言われたわけじゃなくて、座ってんのが楽だから座ってやる。いや楽とかそういう問題じゃなくて男としてだよ。
いや俺達書にねそんなに断じするの持ってないそこに関していやもう男として終わってると思う。しょんべんだけやるときは何も座る必要はねえんじゃねえかバカ野郎お前俺はこれからしょんべんしかやんねえんだぞバカ野郎誰が座るかっていう言ってる太田かっこいいと思ってる視聴者ゼロだからね下手すらこう手放しでやったりいやだからね飛び散るからちゃんと添えろや